建設中だった。そう、流型潜水艦12隻はすべて収益完成しました。そして、令和2年、無事に進水式を迎えました。大ゲイ、大クジラ、つまり大きなクジラですが、最初は、なんか変な名前と違和感を覚えたものですが、呼び慣れてきて不思議なもんですね。まず、大ゲイ潜水艦に搭載される新型ソナーを紹介します。日本は、通常動力型潜水艦では世界のトップクラスと言われています。ちなみに、アメリカは、原子力潜水艦にかけては、トップクラス日米の連携が海底でも行われています。さて、大ゲイです。タイトルのように、2020年10月命名式と進水式を無事に終了した海上自衛隊の新型潜水艦大ゲイ派、先輩潜水艦である、そう、流型11番艦、東流、12番艦、欧流をもっと進化させた艦艇です。大ゲイ型と呼ばれるようになった1番艦は、推進方式に、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリー、モーターを組み合わせた通常動力型潜水艦です。先輩の、そう、流型東流以後の艦と同じ推進方式を採用しているのですが、大ゲイ派最初から専用設計されていました。このおかげでしょうか、大ゲイ派東流などよりも、はるかかに、長い連続潜航時間と行動範囲が獲得できましたし、スッチスペースの必要なスターリングエンジンをなくしたことによって、艦内の空間効率の向上に役立ったとも思われます。空間に余裕ができたことで、乗組員の福利厚生にもメリットがありました。大ゲイから導入された乗組員のジェンダーフリー対策にも貢献することになったのです。つまり、狭い潜水の中にもかかわらず、女性乗組員用の休息場所、スペースを区切って設けることができるようになりました。多分、今までは、男女の区別はなかったのでしょうね。これは良いニュースですね。大ゲイのサイズを見ていきます。船の大きさを示す基準排水量は約3000トン、全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートルと言われています。水中排水量は公表されていませんが4250トンから4300トン位ではないかと思われます。潜水艦にとって重要な目でもあり耳でもあるのはソナーですね。敵を探知することにも、自分を敵の目から隠すことにも役立つ装置です。大ゲイには、新型の Z998 統合式が設置され、これによって、従来よりも、目標に対する探知精度や能力がさらに向上されています。これらの装置を駆使して得られた情報は、兵装と連携されることによって、ずば抜けた防衛力を持つことになりました。兵装ですが、大ゲイには、従来型と同じ艦首部分に、6門の 533mm 魚雷発射管が装備されています。これによって、89式超魚雷や新型の18式超魚雷、そして、対艦ミサイルであるハープーンを運用できるようになっています。ハープーンは、アメリカのマクドネル・ダグラス社が開発した対艦ミサイルで、西側諸国では、多くの国が採用しているベストセラー兵器です。人は、知識超魚雷は、約94億円とされる開発費を投入して、2022年2月までに配備を進めていく予定となっていますが、大ゲイの収益状況によっては、時間の多少のズレが生じる可能性もあるようです。2018年平成30年12月に発表された防衛大綱には、潜水艦は22隻を要するという文言が記されていたようです。今の状態でいけば、総流型が12隻、親潮型が9隻、そして大ゲイを加えると、一応22隻体制にはなるようですね。可能性としては、大ゲイ型を8隻建造して、親潮型を2隻以外は代替とするという方法も考えられます。また、いっそのこと収益させる潜水艦の数を増やしていこうという方向に進むこともあり得るかもしれません。日本にとって、現在の仮想敵国はお隣中国です。その中国海軍が、猛スピードで軍備を増強している状態を考えると、対抗手段として、海自の潜水艦22隻体制が強化されることも予想されます。しかし、そうなった場合、
現在でも苦慮している乗組員の確保がネックになると思われます。人口減の日本では、人手不足が言われて長いのですが、公務員ではあっても、拘束時間が長く、規律も厳しい自衛隊員を希望する若者は少ないようです。自衛官の募集に苦慮していることは、折に触れてニュースにもなりますね。隊芸には、70名ほどの人員が必要ということです。通常動力型潜水艦としては大型ですが、省力化を考えると、課題のある潜水艦ということも事実でしょう。特に、先輩格である、双竜型が65名だったわけですから、5名とはいえ増えたことは、人員削減が、潮流の現在では、逆行している感が否めません。日本国内では、隊芸の登場で、潜水艦がより強化されることを期待する声が大きくなっています。では、中国が、どんな見方をしているのか分析していきましょう。中国メディアの一つ中国軍網は、2020年10月21日に、隊芸について意見を発表しました。従来型の、双竜から性能がアップし、連続航行期間が2週間になったことをピックアップして、我が国は警戒が必要だという見解を示したのです。特に、隊芸の水中での静粛性に注目しています。静粛性が高いと敵に発見されにくいことは言うまでもありません。隊芸は優れた性能を持つからこそ、これを探知、発見して追尾することは難しいとまで評価したのです。中国メディアにあまり持ち上げられるのも、ちょっと薄気味悪い感じがするのは筆者だけでしょうか。また、2020年10月17日、今日頭上という中国メディアの意見を紹介します。前述の中国軍網とほぼ同じ見方なのですが、あくまでも、隊芸派通常動力型潜水艦としては、優秀な潜水艦という内容で、逆説的に、原潜の優位を主張しているようでした。つまり、中国には、新型の原子力潜水艦があるのだから、通常動力型潜水艦である日本の隊芸が、どんなに優れていようとも、中国原潜を上回ることはないだろうという結論を下したわけです。原潜は、確かに、燃料補給がほとんど不要ですし、水中を移動するときにも高スピードが出せる素晴らしいものです。とはいえ、対潜哨戒能力では、日本やアメリカには劣ると言われている中国ですから、このままの状態でいてほしいと思います。非核三原則のある日本では、原子力潜水艦は保有できません。中国には同じ土俵で争わないように、今日、頭上の意見を聞いて、やっぱり原潜最高と油断して、通常型潜水艦についていろいろと邪推しないようにしてもらいたいと思います。いっそのこと、通常型はないものと無視してもらってもいいぐらいですよね。日本海上自衛隊の最新鋭潜水艦、隊芸は、双竜型潜水艦の進化形として、2020年に進水式を迎えました。この新型潜水艦は、ディーゼルエンジン、リチウムイオンバッテリー、モーターを組み合わせたハイブリッド推進システムを採用しており、長時間の連続潜航と広範な作戦行動範囲が可能です。艦内の空間効率が向上し、乗組員の生活環境が改善されており、ジェンダーフリーな対応により、女性乗組員の休息スペースも確保されています。また、隊芸は、新型の Z998 統合式ソナーを搭載し、探知精度が向上。兵装としては、533mm 魚雷発射管を6門装備し、89式超魚雷や新型の18式超魚雷、ハープーン追艦ミサイルが運用可能です。この潜水艦の収益により、日本は潜水艦技術において新たな段階に入り、国際的な安全保障環境の中での日本の立場を強化しています。中国からは、性能向上に警戒感を示されており、通常動力型でありながら高い能力を持つ隊芸の戦略的価値が注目されています。